広重筆、行書東海道岡部宇都の山の座舎屋には十団子が吊るされ名物と謳われている。十団子は和菓子の一種で団子または類するものを紐訳紙で繋げたものである。江戸時代に遡って同名の別菓子が複数ある。一つは現在の静岡県静岡市にある東海道の宇都の屋で売られた団子で今も地元で作る。 もう一つはかつて、宮城県塩釜市の名物として作られた、あられ餅である。別の一つは、愛知県名古屋市の厚田神宮に、ゆかりの富士団子の別名である。現在の静岡県静岡市駿河区にある宇都野屋は、東海道の宇都野屋峠のそばにある。そこで、道中の軽食に売られたのが十団子である。江戸時代の気候文や川柳からは、 小さな団子を糸で貫き樹珠球のようにしたものと知れる。地蔵菩薩の教えで作り、子供に食べさせると万病が癒えるという言われつきで売られていた。21世紀初めには近くの喜び流寺で祭礼の日に売られている。2020年6月19日、宇都宮の,の十団子は、東海道宇都宮に関する文化財群である、喜び流寺間の宿、宇都宮 東海道宇都宮峠、古市、明治宇都宮水道、津田の細道とともに、文化庁の文化財保護制度、日本遺産のストーリー、日本書、旅ブームを起こした、八地さん北さん、寸州の旅から国慶本と、浮世絵が描く東海道旅のガイドブックの、構成文化財の一つに認定された。現在の宮城県塩釜市では、名物菓子の一つに十段語があって、富士団語、 五彩あられ、五色あられとも呼ばれた。王子、塩釜神に従って、塩焼きの釜を引いた牛の花の穴に通した藤の鶴から花が咲いたことにちなみ、紐を通した団子を焼くけとして配ったものが、藤団子だという言われがある。起源は、文久の頃と言われる。書書に、あられ餅と書かれるが、高市研究家の石橋工作が伝える製法によれば、餅米を原料にしながらも、 それが膨らまないように処理するので、団子と言ってよいのだろう。赤、緑、木、紫、白の鮮やかな五色は、後から塗って付けたもので、39粒を赤い糸で、連ねて、一続きとした。食用ではなく、子供の玩具にしたという。江戸時代から明治時代にかけて、塩釜の名物菓子であった。安営風土木かき出しに、塩釜の産物として、朝緑昆布、 南京島と共に十団子がある。仙台吉子の武士という民謡には、塩釜名物として赤坂の東団子が歌われた。赤坂は、塩釜街道で南から塩釜に入る時町の入り口にあたるところである。ただし、奥塩地名集では、塩釜の名産に浅緑昆布、南京島、東雨を挙げて十団子には触れない。作られなくなった時期は不明である。 厚田神宮周辺で売られている名物菓子の富士団子は白、赤、黄、紫、緑の五色に染めた団子を感情にし細い紐でくくったものである。十団子とも表記される。厚田神宮の新鮮菓子が変化したもので、祭事の残りの米で作り始めたのが由来とされている。アルヘイトで作られた富士団子もある。富士団子に関するカテゴリー。ありがとうございます。